翔くん、昼食は楽しんでいただけたかな。私から君たちに一つ忠告しておこう。この屋敷に爆弾が仕掛けてあるのは事実だ。誰か一人でも逃げ出したりしたら容赦なく爆発させるから、そのつもりで諸君の幸運を祈る。
Thank you.